はい、えー、始まりました。えー、っと,ちっとっ、ねいい。ちょっとまだ慣れてないんで、うまく入れてるかどうかわからないんですけど、えー、ゲーム開発進めないと、第3回始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、っとですね。第3回目なんですけども、 ジラフとアンニカの UE4 中身全部見せますその1を、えー、生配信したいと思います、えー、こういう形でえっ、ー、と自分のゲームのプロジェクトの中身を生で、えー、配信するっていうのがちょっと初めてなので、えー、うまくいくかどうかちょっとわからないんですが、えー、お付き合いください はい。では始めたいと思います。はい。えー、っとですね、まずですね、まずプレイヤーキャラクターについて、えー、解説していきたいと思います。ジラフとアンニカのゲームの,あのプレイヤーキャラクターは、まあアンニカなんですけど、主人公の。えー、っとですね、それのキャラクターの中身からちょっと見ていきたいと思います。この、 コンテンテツブラウザーのですね、ブループリントっていうフォルダーの中にまとめてあるんですけど、まあ、こんだけのブループリントがついてるキャラクターが配置されていると。あとですね、ちょっとなるべく初回はあまりその、えー、ネタバレを見せないようにしようとは思ってるんでちょっともしかしたらちらっと写ってしまうかもしれないんで、ネタバレがちょっと嫌って人は、えー、気をつけて,ていただいた方がいいかもしれません。はい。 じゃあまずアンニカの中身から見ていきたいと思いますね。はい、えー、っと、アンニカのブループリント、こういう形になっているんですが、キャラはこんな感じで設定してあります。で、これはですね、みんな大好きサードパーソン、えー、テンプレートから、えー、っとどんどん拡張して作ってきました。なので、 動きとかですね、ジャンプとかのやつは、あの、サードパーソンテンプレート、割とそのままだったりします。あ、チャットの方も見てますので、えー、コメントを見たら、えっ、ー、とですね、質問等ありましたら、随時答えていきますので、えっ、ー、と、いつでもどうぞ。はい。でですね、えっ、ー、と、こういった形になってます。で、サードパーソンテンプレートの、あのー、 コードもほとんど残ってないんですけど、このあたりにですね、ちょっと名残があって、このあたりの最初の方のがちょっと残ってますね。ムーブメント。このコメントまで最初のついたやつから最初使ったのそのまま残しちゃったりします。ジャンプとか。ただ、5年ぐらい前のサードパーソンテンプレートのあのテンプレートを使ったんで、今の最新のだとだいぶ もっとシンプルだったような気がしますね。といった形で作っています。で、まあもちろんこの中身こんだけすごいいっぱい詰まってるんですけど、最初からこうだったわけじゃなくて、どんどん増えていってこうなっていった感じですね。で、ゲームのロジックとかをここにそんなには通常は書かないのかもしれないですけど、僕の場合は割とこの アンニカのキャラクターの中身に割とゲームの基礎の部分とかをちょっと書いたりとかして、これが、うーんと、すごい、あの、綺麗な構造かっていうとちょっとわからないんですけど、まあ、一箇所にまとまってた方が個人開発の場合は楽だったので、こうしてあります。でですね、えっと、まあ、これを見てもちょっとどこが重要かわからないんで、ちょっと一箇所、 あのかいつまんで説明しようかなと思います。で、これはその一昨年のあのアンリアルフェストのオータムでですね、あのジラフターンリカの公演をやらせていただいたんですけども、まあ、そこでですね、まあこのゲームは、まあ、3D のアドベンチャーゲームで、まあ重要な要素として、まあ例えば、 看板とかを調べたら、まあ、それの内容が読めるとかですね。キャラクターに話しかけると、キャラクターが話しかけてきて、文字が表示されるっていう、いわゆる会話システムですね。そこが、あのー、割と大事なんですけど、そこの部分がどうなってるかをちょっとお見せしていきたいと思います。で、ちょっとまあ、と言っても、若干分かりにくいんで、 動画でどういう概念かっていうのをちょっとお見せしますと、これは本当に初期の頃の動画なんですけど、まあこういう感じでキャラに話しかけて、あの、返答が返ってきて、それによって謎が解けて、鍵が手に入ってドアが開くみたいな、こういうとこですね。この最初の部分のえとロジックを が、まあ、開発3ヶ月目ぐらいでできたんですけど、まあ、ここができた時点で、まあ、ゲーム、まあ、自分にもゲームが作れるなって、この時点ちょっと確信したんですよ。まあ、この時点で、本当にこの箱と背景とか全くなくて、これしかなかったんですけどね <laughs>。という形で、この初期の頃のこの部分をちょっと振り返りつつ、今どうなってるかというと、こうなってるんですけど、えっと、 この中でですね、アンニカの前方に例を飛ばして、そこにまあ何があるかっていうのを検知している場所があってですね、ティックでマイフレーム見てるんですけど、ここですね、ボックス例を飛ばしてアクターを探すっていうところがあるんですけど、ここであの前方に何があるかっていうのをちょっとマイフレーム調べてるわけです。ちょっと。 あ、そっか。えっ、ー、と、デバッグ。と言っても、ちょっと分かりにくいと思うんで、えー、っと、可視化してみたいと思います。あ、これだ。もう、このプロジェクトを触るのも1年ぶりぐらいなんで、ちょっと結構忘れてるんですけど、詰まっちゃったらすいません。これでいいかな。 はい。はい。まあ、こんな感じで、まあ、箱になっててですね、えー、とデバッグ表示でずっとあの水色で表示されているんですけど、まあ、前方に何があるかをこういう感じで常に調べています。で、まあ、例えばこれだと、あのー、リンゴが。 えと今当たってるって表示になるんですけど、まあ、こうすると調べれるみたいな感じですね。この常にそのちなみに今水色出てるのは、水色表示はあの特に無視するって意味なんですけど、常にちょっと今何が当たってるかどうかを調べたいんで、ちなみにランドスケープストリーミングプロシキたいは地面がずっと当たってる感じの状態になったんですね。ただまあ これは今、p-save さんって書いてあるんですけど、こういう感じで反応のあるオブジェクトに来ると、出るようになっています。はい。といった感じで。で、これの、あの、キャラクターが、えっ、ー、と、今は何やって、まあ、話しかけれるものかとか、調べれるものかっていうのを何で判別してるかっていうと、ですね。えっ、ー、と、 このオブジェクトに、そのまあ、これはちょっと継承しちゃってるんだけどあの、コンポーネントをつけて、ダイアログサーチオブジェクトっていう、あのコンポーネントがあるよっていうのが分かった時点で、あの回数になってます。これがついてるかついてないかであの調べてるわけですね。で、それが入ってるよって分かったら、 ちょっとこれいろんなぐちゃぐちゃになってるんですけどいろいろバグを防ぐためにフラグだらけになってるんですがその、えー、コンポーネントが発見したらボタンのハットを出すようになってますあのー、話すとかちょっともう一回出してみようかなあこれですね A 調べるっていうのを これが、まあ、アンニカ側の中身に書いてあって、まあ、ちなみに何種類かあるんで、ここでスイッチしてあの、ウィジェットで表示しているという形になっています。で、この状態で調べれる状態になりましたっていうのをフラグを立てておいて、その状態で A が押されると、えー、と、これか。話しかけるって書いてあるんですけど、A が押されると、 そのダイアログが出るような形になっているわけですね。はい、ちょっといきなり話すの、話しかける部分の仕組みの話をして、あんまり面白くない人もいるかもしれないんですけど、お付き合いください。どうなんだろうな、この辺の話よりもっと絵の話をした方がいいのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと。 ただ、ここの部分が基礎の部分、最初に話したいかなと思います。で、この中身なんですけど、中身っていうか、話しかける部分の、テキストのデータは、えっ、ー、と、データテーブルで持ってて、あ、これ間違えた。えっ、ー、と、これだっけ。ああ、もう忘れてる。<laughs> えっと、 こ,れだこういった形であのテキストデータにデータテーブルになっててこれを読みに行って、えー、と調べるわけあの表示するっていう感じですねでこれをウィジットをこういう感じで表示して 話す部分のブループリントはこんな感じになってるんですけど、まあ、最初初期化して、あのー、オーディオ再生、まあ、会話が再生し始める前にモーションを再生するかとか、オーディオを再生するかみたいなのをセットするとこがあったりとか、えっ、ー、と、調べるオブジェクトなのか、キャラクターなのかみたいなのを判断するところとかがここら辺に書かれています。 でここでテキストの初期化をして、で、これがちょっとややこしいんですけど、徐々に文字が出るブループリントになった。最初はこんなに複雑な、えっ、ー、と、ブループリントじゃなかったんですけど、ここはなぜこうなったのかって、ちょっとブログで以前書いてますので、えー、開業とかね、あの、日本語と英語でちょっとルールが違ったりですね、その辺をちょっと、 初期化するこういう複雑な処理をしてるんですね。で、えー、いった感じになってます。で、テキストの1回目流れるのが終わったら、まあ、質問があった場合は、ここで、えっ、ー、と、質問の上下の入力みたいなのを入れてます。でですね、ちょっとこれは、あのー、一番最初に作り始めた時に、 あの僕が詰まった点で、今でも何がベストなのかちょっと分からないところであるんですが、もし詳しい人があったらベストプラクティスを教えてほしいんですが、ウィジェットから直接キーを入力を取るのがちょっとよく分かんなかったんですよね、最初。他のアクターとかだとあの右クリックであのキーのインプットイベントが取れたんですけど、ここはなん,かなんか特殊なやり方をすると取れるとは書いてあったんですけど、よく分からなかったんで、えっと、 キーの入力をどこで取ってるかっていうと、ゲームモードに書きました。ゲームモードにですね、えー、っと、あ、これか。もういろんなウィジェットが出てくるんですけど、そこの中のキー入力のあれをここに全部書いてですね、ゲームモードからゲームインスタンスを 使って経由ししててこっち側に送信してるみたいな感じですねっていうやり方をしました。これ、前なんか Twitter でちょっと、これどこに書くのが正解なんですかねみたいな話をしたときに、プレイヤー、なんでしたっけえっと、コントロールコントローラーに書くっていう人もいて、そのとこに書けるんだとか思ったんですけど、 ちょっと何が正解なんでしょう。まあ、ここに直接書くのがいいかもしれないですけど、えー、っと、まあ一箇所にまとまってる方がいろいろいいかなと思って、こういう感じにしました。まあただこの入力がこっちにあったり、ジラフとアンニカだと、まあ入力の受け付けてる、まとめてるとか、このゲームモードと、あとキャラクターに直接書いたやつ2箇所あるんですね。なので、 そっちとたまに競合して、まあ、同時にこっちとキャラの方が一緒に動いてたりする瞬間とかがあって、それがバグの原因になって非常に苦労したので、まあ、このやり方は正直言うとそんなにいいやり方じゃないかもしれないです。新しい、あのー、今作ってるし、ゲームではそういう競合が起きないように、ちょっと別のやり方でやってるんですけど、ちょっとみんなどういう風にやってるのか、 ここはウィジェットのキー入力の処理をどうやっているのか、まあ、ジラフターにからこうなんですが、気になるところですね。ちょっと工夫しているところとして、A と B のボタン、ここに入るんですけど、このジラフターにからと AB ボタンのフィリップが、まあ、入れ替えが ポジションでできるんですけど、まあそれのあのパラメーターを取って、ここで入れ替えるような処理をここでしています。これを最初から入れて、まあ、これ今 steam 版のビルドなんですけど、これを入れておいたので、後々あの ps4 とかで ps5 か ps5 とかで自動で丸バツが入れ替わるようになっているんですけど、まあその辺も。 何もしなくても動いたのはこの辺を最初から考慮しておいてよかいかなと思いますはいちょっと僕の顔はもういいからちょっとちょっと溶かしますね見たい人あんまいないんじゃないかまた邪魔だから一回溶かしましたはいえー、っとちょっと待ちください はい。で、ちょっと、会話のところの、まあ、こんなとこかな。で、会話の結果で何かが起きてほしいっていう時があると思うんですね。イベントが発生したり、例えばドアが開いたりとか。で、まあ、それの、何かイベントが次に起きてほしいっていうのは、この、これか。 アフターイベントっていうところがあって、例えば食べ物を食べられたらフードイートっていうタグを使って、まあそれが何が入ってるかみたいな、ゲット錆びた鍵、錆びたキーって、おみくじ A とか、まあここのやつを見て判断しているわけです。で、これをどういうふうに処理しているかなんですけど、 このコンポーネントの中に直接書いてあるんですよね。えー、っと、これが、もっとスマートな書き方があるんじゃないかなと思うんですけど、力技でやっててですね、コンポーネントにこういう感じで、さっきは要は、アフターイベントっていうのは、会話が終わった後に何が起こるかみたいなことが書いてあって、 終わった後にここを呼び出してですね、その後何の処理をするかっていうのをこんだけ分岐して、例えばリンゴを食べるだったらリンゴを食べるっていう処理を、一個一個謎をこうやって書いて、大工お化けに話しかけて橋を復活とか書いてあるわけですね。あ、えっと、質問なんですけど、えっと、テキストは別データ管理ですね。あの、これです。データ、 えっと、データテーブルなんですけど、元は CSV のデータなんで、それをストに置いてあって、CSV エディターでえーと作っていました。といった感じで、1個のブループリントがこんな巨大な感じになってですね、しかも1個のブループリントで書ききれなかったんで、コンポーネントが、例えばダンジョンごとに別にあるとかいう、 まあ、ダンジョンにはそんなに謎がないんで、こんな感じなんですけど、っていう感じになったので、まあ、これも正直言うと、そんなにスマートな書き方じゃないのかな <laughs> と思いつつ、まあ、力技でも、まあ、ジラフターにかなんか力技が多いんで、恥ずかしいんですけど、こんな感じで力技で作ってます。なので、 このねちょっと書き方の間違いとかで謎が先に進まなかったり平気でするんですよね。なのでもうちょっとスタンダードな謎とかはもっと固めればいいんじゃないか。関数にして固めればいいんじゃないかとか思ったんですけど結構一個一個が割とカスタムな感じだったんでこういう感じで納品しない猫絵があるかどうかチェックはこれは。 猫お化け、ギャラリーだな。顔出し看板とかもここの処理でやってますね。はい。といった感じで、イベント処理はこんな感じになってます。これも、あんまスマート、あん、まあ、何回もちょっと同じこと言っちゃったんですけど、次はもうちょっとスマートな書き方を検討したいですね。さっきからずっとそればっかりなんですけど。 はい。といった感じになってます。えー、っと、会話システムはだいたいこんな感じかな。なかなか生で説分かりやすく説明するの難しいですね。<laughs> まあ、もしちょっと質問があったら、えー。白い線が美しいお母さん、ありがとうございます。<laughs> もうどこにつながってるかね、分かんないんですよ、あんだけいっぱい。 めちゃめちゃにつながってると。で、どう確認したかというと、ちょっと今、再現してみるとですね。えー、もう、これがどこにつながってるかわかんないですよね。なので、もう近いところにこうやって持っていってですね、こう近づけて、ああ、ってるってるみたいな。<laughs> ああ、顔出し看板、顔出し看板ってちゃんとつながってるみたいなふうにやってました。全然スマートじゃないですね。<laughs> っていう感じでですね。で、最後にもうちょっとアンニカの説明をするとですね。アンニカはその着替えの要素があるんですけど、 あのこれを作ってた時点でそのボーンの共有の仕方がよく分からなくてえっと実はそのキャラクターがですね今一見このノーマルのキャラだけのように見えるんですがもう一個メッシュが常に表示されてる状態に実はなっててですねえっとこれ今できるかな できないか。ああ忘れた表示されないなそっかここにですねえー、っと SK アンニカ D って書いてあるんですけどダンスあとでそのダンスシーンっていうのがあるんですけどそれ用に作ったボーンとこの通常のアンニカと2つすでに持ってるみたいな ちょっと今、表示が変わらないんですが、えっと、やり方忘れた。えっと、いう感じなんで、つまりその、まあ、この通常のアンニカと、この、着せ替えた後のアンニカが、特にこのロングスカートだったんで、この、この人は。オンの構造をもう一個持たせてですね、え二つ持って、 常に非表示非表示で切り替えたっていうすごく頬っぽい作り方でしててそれがまたバグの原因になって対してちょっと大変だったんですけどなんか同時に2つ表示されて歩いてる状態になってるとかこれはですねやめた方がいいですね今はあの新しい選作の方ではアンリアル標準のマネキンをベースにえーっとくっつけていく共有の や,つでやっていますあの分かりやすい資料がエピックさんから出てるので、それを見ながらえーっとやってます。岡津さんが確か書いたやつだったと思うんですけど。なのですが、もうこういうので作ってしまっても後も戻れなかったので、途中2年半ぐらいで作った時点でそっちにすればいいのかって気づいたんですけど、もう直せないっていうので、そのまま行くことにしました。ちなみに、構造としては、この。 標準の方は標準の方だけで、ダンスの方のボーンで残りが衣装を全部やってる感じですね。なんで2つあるという感じですね。えっ、ー、と、あそっか、こっちの水着とか、パーカーとか、セーラー服とかはダンスの方のやつになってると。った感じです。 はい。で、プレイヤーキャラクターはあと何話そうかな。えっ、ー、と、プレイヤーキャラクターのマテリアルなんですけど。まあ、こんな感じになってて、やたらこんなシンプルなキャラでマテリアルは多いのはですね。 えとちょっとネタバレなしでうまいこと言うとこのアンニカがゲームの途中真ん中くらいで見た目が結構大きく変わるのがあるんですけどそれをどう制御してるかっていうと単純に全部持っててメッシュをあのマテリアルをこの M クリアーっていう何もないマテリアルを1個作っておいて何も表示しないっていうマテリアルを作っておいてそれにすることで表示にしてるみたいなやり方でやってるんですね。 これ、あの、確か、ここのブロックだけ、あの、非用心するっていうブループリントもあったと思うんですけど、まあ一応併用をしてます。といった感じで、頭がなんか2種類あるみたいな感じになってる感じですね。名前が適当なんで、今見てもとてもわかりにくいですね。はい。で、あとは、 あ,あと、こんだけ多い理由として、あの、髪の毛と、えっ、ー、と、スカートのクロスが、まあ、このハイポリのメッシュをそのまま使ってるじゃなくて、ローポリのメッシュの動きを見て、クロスを、えー、やってる状態なので、あ、すいません、ちょっと今、声ってちゃんと聞こえてますでしょうか。ちょっと今、音量が変だったかもしれない。はい。 大丈夫かなはい。という感じで、それ用のも入ってるね。ちょっと重たい。大量についてるっていう感じですね。で、まあ、これはアンリアルフェストの公演でもやったんですけど、まあ、最近、こういうキャラクターのやつだと、完全にシェーディング切ってやってるようなやり方でやってる人もいるんですけど、 ジラフター2カだと、まあ、最初の作品だったこともあって、普通にシェーディングのあるタイプのキャラクターで作っていました。ただまあ、そのやり方でやると、顔がちょっと立体的すぎて気持ち悪いっていうのがあったんで、えっと、ノードでノーマルをちょっと、えマスクで抑えるみたいな仕組みを、ロウソクさんがツイートしてたんで、それを参考に。 やってみた感じです。で、ちょっとそれを試しに。じゃあ、元の感じはどうなのか、ちょっとやってみたいけど、すごいことになってんな。どれだっけな。あ、これか。えー、あまあ、変わんないかな。あ、最初の。 何もしない案にかこんな感じで、まあそんなにこの角度だとそんな変ではないか。うわ、寄りすぎている。こういう感じでちょっとね、あの口とかのあたりがメッシュがよれてて、可愛くないなという感じなんですが、ここのノーマルシフトっていう ところのパラメータを1にするとですね完全にフラットになるんですねあ、聞こえてますかありがとうございます完全にフラットになるんですけどまあ、ちょっとだけ立体感があ近すぎる <laughs> この間がやりたいんだけど、えー、できないできない だけジラフターで0.8ぐらいこう入れてる立体感を入れてる中ですね。で、これが顔のこの肌色の部分だけそれがかかるような感じにしています。これはノード、具体的なノードはアディアルフェストのスライドで書いたんです、それを見ていただいた方が早いかなと思うんですけど。最初これで2年半ぐらいこの顔でやってたんですけど。 そかわいいっていう感じでこれをツイートしてくれたろうそくさんには感謝ですねはいちょっとだけ立体感があった方がいいですよねはいハンニカのまあ他はそんな大したことはやってないですね尻尾がねあの標準のフィジック 使ってるんですけど、これを可愛いフィジックにしとけばよかったなと、今になってはちょっと <laughs> 思うんですが、もう、それを使えるタイミングのうちはもう,こう開発終盤だったので、使いませんでした。あの、やっぱすごい暴れる瞬間があって、尻尾がなんか5メーターぐらい伸びるときとかあって、それが暴れてる伸びるときがあるんですけど、それが完全に制御しきれなくて、 何回かパッチを当てて直したんですけど、最終的にちょっと例えば遅めのハードとかだと、たまに暴れるやつが完全に直せなかったりするんですよね。なので、そこかわいいフィジックでやっとけなかったなと、ギリギリでも変えればよかったな、ちょっと思ってるところもあるんですけど。っていう感じで、 作ったアンニカがこんな感じなです。はい。で、えー、っとあ、あとですね、えー。これはちょっと前のツイートでやったんですけど、こういうね、スカートを履いたキャラクターで大事なのがですね。 カメラこうした時に真下に行かないようにこうまあもしくは真下に行った時にキャラを消すみたいな処理をした方がいいんですけどそうしないとパンツが丸見えになるっていう問題があってこれを対処してないタイトルだと本当に丸見えになっちゃうんですけどこのゲームは前年齢で出す予定だったんでそれはえっとこういう感じでこれ以上の角度に行かないようにしました。 で、これはデフォーだとこうなってなくて、サードパーソンテンプレートのままだとも真下まで行っちゃうんですけど、これをですね、どうやって直したかっていうと、えー、っと、 俺をどうやって直したか忘れてたな <laughs>。毎回なんか忘れちゃうんだよな。えっと、どこでやったっけえっと。あ、これだ。カメラマネージャーでやったんだ。カメラマネージャーのですね、ここのビューピッチマックスっていうところをデフォが89度なんです。つまり真下まで行く設定になってるんですけど。 30にして、まあ、30度以上、えっ、ー、と、カメラが回り込まないようにしてやってます。これが、まあ、凝ったゲームだってね、あの、近くになったら消えるみたいな、キャラ自体がスパッと消えるのもあるんですけど、これが多分一番簡単にできるやり方かなと思うので、自分のキャラのゲームは絶対見せたくないっていう人は、ここの数値を変えてみてください。ここですね。 はいえー、っとアンニカの説明だいぶ長くやってきたんですけどちょっとまた細かくいろいろ話したいことあるんですが多分飽きてきた人も多いと思うんで次はもうちょっとワールドマップの仕組みについて説明したいと思いますえー、っとワールドマップなんですけど まあ最初、ゲームが始まった時に表示されるやつですね。まあ、こう、どん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 引くと、こうなってて、まあ、このぐらいの広さのマップですね。になってます。最初は、この家の周りから作り始めたんで、このワールドの00地点はこの辺にありますね。ここから徐々にこう広げていった感じです。で 地面自体はランドスケープで作ってます。このランドスケープをなんか商用タイトルでつか、実際使ってるタイトル、いろんな公園見たら少ないんですけど、まあ、個人でやる分には結構便利でいいんじゃないかなと思いますね。逆にこのランドスケープ以外で地形を作るやり方、僕知らないんですよね。あーゲーム会社で長いこと言ったんですけど、こういう 3D の、あのー、 地形のあるゲームを作った、本格的に作ったことが一度もないんで、まあ便利なランドスケープを使おうという感じで作ってました。で、この最初にこのマップを作り始めたときに、えっと、どうしようかなって悩んだことが1点あってですね、それはですね、えっと、家の中に入るのを 家のでききで作っってておくかかどうかっていういことなんですよつまり、開けたらまあそのまま労働が入らず中に入れるみたいな感じのが本当は理想なんですけど、あの、アセットを使ってる都合上、ちょっとそれをやめることにしました。つまり、ここの家の中身はこういう感じで漆黒になってて、えー、っと、 入るとロードが,ロードが入って、中に入るみたいな。それの方がメモリにも優しいだろうと、当時は思ったんですが実はそんなこともないかなって、今たては思うんですけど、っていう感じでやってますね。えっと、あ,あと、アセットによっては、外側しかなくて中がないみたいなのもあるので、そういうのもちょっとあるから、選択肢がちょっと狭くなるっていうこともあって。 そういうのにしてます。なので、で、実際入るときにどういう処理をしてるかっていうと、ここにですね、ここにトリガーボックスがあって、ここを踏んだら中に入りますよっていう仕組みですね。まあすごいシンプルですけど。で、この家はじゃあどこにあるのか、家の中はどこにあるのかっていうと、この、 ここにレベルストリーミングで置いてあって、同じ位置にこういう感じで置いてあると。で、家の、あ、そうですね、質問の中で、家の外と中で大きさ違います。こういう感じで。あの、やっぱ中の方がちょっと広めの方が、いろいろ都合が良かったんで、こうしたんですが。 まあ家の中とカメラがすぐぶつかることもあって、外側のリアルな大きさと同じ作っちゃうと相当狭いんですよね。なので、気持ち大きめにしてます。ただ、最初はもっとでかかったんですよね。ただ、これが、ちょっとあまりにも違和感があったんで、こんぐらいにしてみました。なので、こう重ねてみるとわかるんですけど、窓の石とか全然合ってないんですよ、サイズも。 ここに何かね、2階の窓っぽいなので、ここはどこに行ったんだみたいな感じはあるんですけど、あんまりそこの突っ込みがなかったんで、いいのか悪いのか、潔癖症の人はちょっと気が狂うかもしれないです。ただ、ここら辺の窓とかは、なんとか再現してみようと頑張っていました。内側にもこういう感じで、丸窓と四角があって、こっちに窓があるみたいな。 なので、一個だけ謎の窓があるんですけど、それ以外は窓の数、大体合わせてる感じですね。コメントで気がつかなかったと <laughs>、いう人もいるんですが、気がつかなかったら僕の勝ちということで <laughs>、っていう感じで。で、入って、入った後に、外側も一部表示しなきゃいけなくて、そこが、 例えばこれだと地面とかも一部表示しなきゃいけないんですけどすごい遠くの建物とかは負荷を軽減するためにちょっと,えっと非表示にしたりとかしてます。なんで外側にいる時と中にいる時で外の見え方が若干違うんですけどまあ気づいた人は気づいたかもしれないですね。あとまあポイントとしては家の中に入った後にですねあの時間が完全に止まる。 仕組みにしました。まあ家の中ゆっくり探索したいっていうのもあると思うんで、そうした感じですね。はい。で、えー、っと、家の中でいうと、あとあれか。えー、っと、例えば、このアンニカが最初にもらうカバンなんですけど、このカバンがですね、 まあこの今のマップだと常に表示された状態ですから、もう取った後は消えてほしいんですよね。で、それをどうしてるかっていうと、このマップを、あ、ち待って、マップを最初にロードするときに、その、マップ上にあるオブジェクトがイベントの進行に合わせて、オンになったりオフになったりするっていうのを最初初、期化してるんですけど、その処理をこのカバンにつけてますて、これもコンポーネントを作って、GFP プロップオンオフってやつがあるんですけど、まあ、イベントの ID を見てフラグが立ってたら消しなさいみたいなやつをコンポーネント使ってこれで処理したりとかしています。はい。かなあとはまあグラフィック的に言うと、ここに窓の木漏れ日みたいなやつが出てるんですけど、これは そのメインのライトだけだとこれが出なかったので、えっと、ここにですね、追加でなんとダイナミックライトを3つも置いてるっていう、そソ重い処理をしてるんですね、こういう感じで。これがちなみにないとですね、この雰囲気が全然出なくて、ちょっと試しにオフにしてみると。 まこういう感じで、なんか、なんか、家の中の雰囲気が、急になんか、エモくならなくなったというか、これをつけるともエモくなるんですよね、こういう感じで。なので、こういう感じで負荷は重いんですが、ダイナミックライト3つも追加してます。平行ライト使えばよかったなかって気もし今となったはするんですが。ただ、この処理がやっぱ重たいんで、実はスイッチでは、これライトはオフにしてます。 p s 4ではギリギリ動いて、あ、p s 4でも1個消したかな。消した。えー。なんで、プラットフォームによって、ここの見た目は若干違いますね。あ、思い出した。一応ついてるんだけど、スイッチでも。あの、3つも使ってなくて、確か1個にしたんだった。<laughs> 1個にしたんで、微妙に角度が違うみたいな処理だった。これちょっとスチーム版なんで、そういう処理をしてないんですけど。あとはこのライトが時間帯によってオンオフ。 スタイみたいなやつも、えっ、ー、と、ブループリントで制御してあったりします。はい。この最初の家で、あと、ちょっと見てほしいところで言うと、これかな。このソファー。このソファーなんですけど、 ソファーなんで、なんてことはないように見えるんですけど、なんとですね、ボーンが入ってるんですね、このソファー。こういう感じで。なぜこのボーンを入れてるかっていうと、こう、アンニカが座るとですね、スカートにちょっとめり込むんで、アンニカが座ったよっていうのを検知したら、このボーンをちょっと下げてですね、 あのアンニカにソファが盛りめり込まないような感じにしているんですね。っていうちょっと凝ったソファーです。まあ、バグレポートで上がっ,上がってくる前に直したらどっちか忘れちゃったけど、結構気になったんで、こういう処理を入れました。ちょっとどんな感じか見てみましょうかね。ああ、なんかいろいろいじったんで、ちゃんと動くかどうかなんだ不安になってきたな。 デバッグ表示がオンになっているので、一回オフにします。ちなみに、このデバッグ表示のオンオフとかをどこでやっているかっていうと、ゲームインスタンスに全部こう <laughs>、並べてですね、ここで、例えばさっきのトレース表示はこれなんですけど、こうやってやることでやっているとつ。まあ、これで全部制御してて、まあ、例えば他にはこう、 イベントをジャンプしてデバッグしたいときとかもあるんで、ここでイベントを切り替えてですね、ジャンプしたりとかもできます。まあ、実際のゲームの会社の開発とかあと専用の UI とか使って、これデバッグ、デバッカーができるようにしてるんですけど、まあ初期の頃は僕しかデバッカーがいなかったんで、まあこれでいいだろうっていう感じでやってたんですが、 これを何も深く考えずにこうやって置いてやって、各キャラクターが直接参照支援でもハードリファレンスしまくりでですね、最初のロードがとてつもなく遅くなってるという原因を作,作ってしまったので、あんまいい方法じゃないですね。これを、まあ、ここに置くにしてもゲームインスタンスを返してやった方がいいと思います。新しいやつはそうしてるので、タイトル画面が出るまでが爆速になりました。まあ、それは嫌っ <laughs> と、という感じです。 まあただ、ゲームインスタンスというかこの辺りをいじれば、もう何でもかんでも調整できるので、まあ、楽といえば楽なんですけどね。はい。こんなやり方、と、おかずさん書いてあるんですけど、絶対良くないと。<laughs> そやり方。<laughs> デバッグ用のアクターを作って、デバッグというか、その辺のパラメーターを変えれるアクターとかを作って、そっちで制御した方が良かったかなと、今となったと思いますね。 はいえー、じゃあちょっとさっきの椅子をもう一回どういうことかこれこ,こう座るとですねほらちょっとへこみましたこ,この角度から見た時にスカートにソファーが突き刺さってないという とこがポイントですね、はいまあ、ちょっと浮いてんですけどね、まあ、こういうことがあるんで椅子とかに何か安易に座らせたくないんですよねズボンにしとばよかったかなって気持ち悪かするんですけどはいこれソファーがこのへこむのはまだ分かるんですけどストにあるストにあるですね木の椅子も実はちょっと凹んでます これとか絶対凹まないと思うんですけど、ちょっとへこんでるんですね。わかります <laughs> ちょ、ちょっとへこ、ほら。誰も気づいてないと思うんですけど <laughs>、っていう感じで、何んかね、こんな見た目なんですけど、めちゃめちゃ重たいということで <laughs>。っていう感じですね。はい。 で次に、えー、まあ、家はこんなところでいいかな、えーっと。次にですね、まあ、ちょうどいろいろ表示されたんで、このなんか色がいっぱいついてるこれ、何かというとですね、この薄緑で書いてるやつは補助のコリ,コリジョンで、まあ、 赤いこのコリジョン、これもコリジョンなんですが、赤いやつはちょっと別の意味があって、あの、イベントがある一定以上進まないと、このコリジョンが立ったままになってるみたいなやつですね。で、まあコリジョンを入れるやり方として、オブジェクトにあらかじめ入れとくのが一番オーソドックスだと思うんですけど、まあそれだけだとちょっと足りなくてですね、こういう感じで、 あちこち補助的に入れてあったりします。はい、こんな感じですね。このコリジョンは何かっていうと、この青い箱がですね、このストイン以外に出てほしくなかったんで、こういうの囲って出ないようにしているんですね。こっち側にスポーンって行ってしまうとあの、もうクリアできなくなってしまうので、こういうのをやっているわけです。で このプレイヤーコリジョンっていうのでやると、まあよりオブジェクトに入ってコリジョンも表示されるんでより分かりやすくはなるんですけど、こういう感じですね。このなんか、ああ、なかなかいかない。このなんか山のように立ってるの、これ何かっていうとですね。これはもう絶対こっち側に行かしたくなかったんで、こう立ててるわけですね。 ちなみにこっち側に何があるかっていうと、最終ダンジョンに向かうトロッコがあるんですけど、これが初期最初の頃にそっちに行けちゃうと、もう本当困る。スキップできちゃうんで、そういうのを、これで阻止しています。あとは、えっと、このなんか、 紫色でちょこちょこ出てるやつは、これは何かというとですね、これですね、これはですね、この柵の上に出てるコリジョンでこ、のこの柵、実は2種類あって、こんな角が丸くなってるやつと、角が四角くなってるやつとコリジョンがちょっと違うんですよ、この四角い柵は、 この高さなんですけど、もう絶対さ超えてほしくない柵っていうのがあって、それは丸い角になってます。という感じで、丸い角のやつは絶対超えれないんだなと思ってやってもらえると、ちょっと見た面白いかもしれないですね。はい。えーっと、あとはですね、この、 川の周りに置いてあるこの謎の箱なんですけど、これは何かというと、ちょっと非常に、えー、プログラム的にちゃんとやってないのが分かって恥ずかしいんです。ここに行くとアンニカをこの2メーターぐらい上にやりなさいみたいなプログラムが発行する箱なんですよね。つまりこの高さのところで高さを見て、 コリジョンをやってなんかモーションよいしょってその上に上がるモーションを再生するのが本当はいいんですけどどうやってやっていいのかが分からなかったのでもう時間もないっていうので箱 <laughs> を置いてここに行くともう上にこうこうじゃビヨーンってやる水の上に上がるコリジョンを大量に置くことでまあ水に入って復活するっていうのをそれでやってたりします。 これがまあたまにレビューで水か、えー、ら上がりにくいって言って評低評価になるやつなんですけどまあちょっとこの時はしょうがなかったというかここでもそのここで、まあ、実際やってみるとわかるんですがこうビヨーンってジャンプしていくという あんまり他のゲームでは見たことがない水のところからの復活のやつもこういうので設定してあります。あと、まあさっきからチラチラしてるこの謎の板なんですけど、これは何かというとですね、まあこれもジョンなんですけど、ここにですね、あのー、リンゴを、木を揺するとリンゴが落ちてきて取れるっていう唯一の木があるんですけど、 この世界の中だとこういうことができる気はここだけなんですけどただこの普通のランドスケープのコリジョン入ってるやつをやるとリンゴが突き抜けることが多くてですねうーんどうしたものかと思ってメッシュを作って専用のリンゴが落ちないようコリジョンっていうのを作って同じ場所に置いてみたっていう感じですねただなんかこれを置いてもたまに突き抜けるんで 木休めぐらいにしかなってないような気もします。なんかこういうのが本当に突き抜けない方法を誰か教えてほしいですね。ちっちゃでかいやつは突き抜けないのかな。こう、すごい力だなと思うんですけど。まあこういう感じでにく、付けにくくかなってると思います。 えっとちなみにこの木なんでここにだけこのリンゴがあるかっていうとですねリンゴっていうかあの実のなる木があるかっていうとあのゲームの中のイベントでこのお供え物をするってやつがあるんですけどここにリンゴとかカボチャとかをお供えしてパターンが 決まると正解を引くと,、えー、とこれが復活するっていうイベントがあるんですけどそれを使うのにリンゴも必要なんですがえっ、ー、とリンゴがですねこうやって最初からこうやって置いたりやつとかもあるんですけどこれ一回取っちゃうとフラグが立って消えちゃうんですよねでそん、まあ、たくさん置いとけば大丈夫かなって一生思って んですけども全部取り尽くした上でまだここをクリアしないとクリアが不可能になっちゃうのはちょっと困るなと思ったのでえっ、ー、と時間がまあ取ったとしても時間がしばらく経ったら復活する木,木を作ろうっていうことでここだけ復活する木をわざわざ作ったっていうことですね。 一応こういう感じで地面が生えてるやつはえっと3日ぐらい経つと確か復活するんですけど、取った後も。ちょっとリンゴも必要だってことでこういうのを作りました。これね、揺すって落とすみたいなやつやったんですけど、他のゲーム見てみたら、なんかジャンプしたら揺すって落ちるみたいなゲーム意外と少ないんだなと思って、ジャンプしてぴょこっと取るやつとか。 結構あったんで、それでもよかったなっていう気も今となったらするんですがあんまりサーチせずに、まあ、リンゴだったら揺すれば落ちて落ちた方がいいだろうみたいな感じでこのね、リンゴの木もアセットのあった適当な木とリンゴ合わせだけなんで、リンゴ農家の人が見たら怒るかもしれないですね、多分全然正確じゃないです、これはいあ、あキャラは突き抜けないですかっていう質問なんですけど、キャラはなんか大丈夫ですね 多分コリジョンの大きさにもよるのかなと思うんですけどね。アンニカはこのランドスケープの地面を,を突き抜けて下に行くってことは今のところなかったですね。サイズの問題のような、サイズと速度の問題のような気もします。はい。もうこをコリジョンのね、突き抜けたり行っちゃいけないところに行けたりするのはもう本当しんどかったですね。なんか。 このマップを見ると分かると思うんですけども、ありとあらゆる対策がしてあって、例えばこことかにも追加で置いたりとか、ここに挟まって抜けなくなったりとかするんですよね。これがね、この辺はでもおそらくアンリアルエンジン5でも解決しないんじゃないかなという気がしています。手動でこういうふうに埋めていくんじゃない、埋めていくしかないんじゃないかなと。で、こういう感じでコリジョンはもう本当に苦労したんですけど、 最終的にもう、はまってしまったらクリアできなくなるっていうのを防ぐためにですね、えっと、ポーズしたときに、この直前の復帰ポイントに戻るっていうのをアップデートで入れました。ただ、これがまたバグを生む原因になったんですけど、実を言うと。ただ、もう直してません。それについては。ちょっと大変なので。これをやると、まあ、仮にどっかにはまっても、 近くの直前の復帰ポイントに戻ることができるんでゲームが続行できるみたいなことですね。ということでこれを入れて対応しました。でも完全に逃げないような気もするんで次も実際作もこの対策で入れるかどうかはちょっとわかりません。ちなみにこれを使ったなんかバグワザの RTA みたいなのがあるらしくってえっ、ー、と このドアを開けるときの瞬間にこれを押してやると、なんか、このワールドマップ、中に入らずに、その中に入った状態の表示状態にできて、イベントがスキップできるみたいな技があるらしくて、僕は試してないんですけど、そういうバグがちょっとできちゃったりしますで。生んでしまったので、まあ、良かれと思った機能が、さらなるバグを生むってやつですね。まあ、でもそんな、 する人はあんまりそういうバグ技を狙う人ぐらいしかいないかなと思って今のところ対応はしてませんねえー、っとあとは環境音なんですけどこういう感じで例えば川の音だったら等間隔にこう置いてあってですねえーっと環境音が 選択できないな、これだ。これが実際再生してみないと、本当にいい具合になってるかどうかわからないんで、何度も調整してやってみたりとかしました。こういうなんかね、皮みたいな細長いものにつけるときにもっとなんか棒状のやつとかにできないかなとか思ったんです。なんかボックスみたいなのがあるんですけどね。なんかめんどくさかったんで、こういう感じで置きました。なんか スプラインみたいなやつでこう書いてやれるのがあるといいのになぁと、ちょっと今でも思いますね。これはもっといい方法があったら、誰か教えてください。川もこうだし、海とかも等間隔でザサーンってやつをこうやって置いてるんですよね。再生すると。 っていう感じなんでここの正面に足すと音が大きいんだけど真ん中くらいに足すとちょっと音が小さくなるっていう感じにちょっとなってるのが惜しいとこかなと思います。あともう一つポイントとしてここにあるブループイント付きのやつはちょっと凝っててですね昼間と夜とで音が変わるんですよ。昼は こういう環境音が鳴るんですけど、夜はですね、こういう感じで夜っぽい環境音になります。あ、なんか入ってたけど、これは使ってないな。カエルのやつがなんか入ってたけど、多分使ってないと思います、ここでは。っていう感じで、 夜と昼とで時間帯によって環境が変わる仕組みなんかも入れました。で、えー、っと、あとは、今日は説明しないんですが、えー、今日一日だけだと、あ、今、ちょうど1時間ぐらいか、全部説明しきれないで、また後日やろうかと思うんですけど、最終ダンジョンのこれなんですけど、 これ、遠くに見えているやつ、この人はですね、板なんですよね、実際のところ。まあ、これはでも、見た人はなんとなくわかるかな。こう、どん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 寄っていくと、板だなーってわかるんですけど、こう、突き抜けて。まあ、これをまあ実際本当に書いたら重たいんで、こうしたんですが、多分ほとんど気づいてないと思うんですけど、この、 この歯車とかちょっと動いてるところあるんですよね <laughs>。よーく見るとちょっと回転してたりとかしてます。こういう感じですね。もう完全に立つね。ロープウェイがこうやってこう、ここにつながってるんですけど、この辺で止まって、宙に浮いてるような状態なんだけど、まあ遠くの方から見れば、まあそれっぽく見えるというやつですね。 これの作り方なんですけど、まあ最終ダンジョンのマップを開いて、すごい遠くから面投影で、プリントスクリーンに撮ったやつつなぎ合わせ作ったやつですね。意外とそれっぽく見えるかなと思います。はい。あと、まあ、チラフとアンニカの特徴として、時間経過があると思うんですけど、 まあこういう感じで時間が経過すると。やつですね。これはですね、ウルトラダイナミックスカイっていうアセットを利用してやってます。で、よくちょっとレビューで、時間が早経過が早すぎませんかっていう話がよく出るんですけど。これなんで 一日の時間がちなみに全体で6分なんですけど、昼が3分、夜が3分なんですけど、なぜこの時間にしたかっていうとですね、僕が好きなゲームの、ゼルダの伝説の時のカリナの時間の配分が、それに近い感じです。昼が3分で夜が2分ちょっとぐらいなんですけど、夜のがちょっと短いんですよね。っていう感じで、時の回のが実は短いんですけど、まあ、 こういうまあまあ島の周りをオープンワールドは言わないですけど周って自由に歩き回れるゲームなんでちょっと参考にしようと思ってそれを参考にして時間を決めたんですけど最近のゲームをちゃんと見てなかったっていうのはちょっとさすがにちょっと参考にするゲームが古すぎたかなって気も今となってはしますまあでも時間の経過が早いことで全体的にはテンポがいいので まあそこをトレードオフかなと、思いつも。まあでも倍ぐらいでも今となってはよかったかなと思うんですが、まあどうでしょうね。はい。えっと、といった感じでやってるんですが、これを使ったら全部解決かっていうと、そうでもなくてですね。夜になってもこうなんですけど、 ちょっとまだ不自然なとこが何か所かあったんですよあの。例えばこの奥の山が明るすぎるとか、特に海ですね。海は、まあ、マテリアルの関係でどうしてもちょっとこういう感じで明るめに表示されるんで、まあ、これに関してはこの海の平面自体をブループリントにして色をアニメーションで変えるようにしてます。えー、っと選択できるかな。 こうなってて、えっと、スペキュラートラフネスを変えるみたいな、タイムラインで変えるみたいな感じにしてますね。で、全部がちょっとティックだと重たいので、こういう時間帯によってアニメーションするやつに関しては。なので、それを管理する。 アクターみたいな、時間を管理するアクターみたいなのがあって、えっと、どこだったっけな、ここか、ああ、わかりにくい、マジで。 時間を管理するマネージャーみたいなのがあって、6時になったら何が起きるかとか、朝の6時だったら何が起きるかみたいなやつを常に監視してるティックのオブジェクトが1個あって、これで、例えばウサギが夜になったら帰りなさいみたいなやつをイベントを発行して送るようにします。あと、家のライトのオンオフとかもこれでやってる感じですね。 初期の頃はライトも全部ティックで管理してたんですけど、さすがにそれだと思たいんで、えっと、6時になったらライトオンって言って、タイムラインがその時だけ走って、アニメーションでオンオフするみたいな仕組みでやってます。これが最初はティックで常にアニメーションをカーブで制御してたんですけど、それだと思たいんで、 こういうイベントでトリガーするような形にして負荷を下げてあります。もっと負荷を下げる方法もあるんじゃないかなと思いつつも、ジラフターにからこんな感じになっています。はい。といった感じで、非常に苦労して、この昼と夜の制御をやってるんですけど、 えっと、このね、昼と夜が切り替わらないのにしたら、どんなに楽だったんだろうなと、ちょっと今となって思うんですが、まあでも、これが好きっていう人も多かったので、聞き入れてよかったと思います。もう、これの昼と夜のせいで、バグがもう出まくって、大変でした。ちなみに、一番大変だったのは、このうさぎのお母さんですね。なんか出たまま出てこないとか。 外に出たものは家に帰らないとか、いつまでたっても出てこないとか、なんかそういうのが、時間帯によってトリガーするようになってるんで、もう何度も何度もして起きてですね、いろんな原因が、あと、まあ、アンニカが、あの、うさぎのお母さんの前に立って、当選墓すると起きるバッとか、いろいろあって大変でした。 時間系のやつはですね、新作でもやるかどうか今でもちょっと迷ってるんですよね。もうこれを切ればだいぶ楽になるのになと思いつつ、なんかこれの一回作った魅力を知っちゃうと、次もやりたくなっちゃうから困りますよね。はい。ちょっと検討中です。で、えー、っと、あとはまあこのレベルの管理なんですけど、 まあさっきちょっと話した家の中身がこういう感じで。ちなみに、うさぎの家はこういう感じで地面に埋めてあるんですけど。あ、これあれだ。えっと、これを消さないといけな。こういう感じで埋めてあったりとかするんですけど、えっと、これとは別にですね。 キャラクターもレベルで管理してあったりします。例えば、最初に出会うジラフみたいなキャラクターも、こういう感じで、イベントジラフっていう感じでやっててですね、なんか、例えば、02ってやつとかもあるんですけど、 これはダンジョン1をクリアした後のジラフみたいな感じでジラフがもういっぱいいるみたいな感じですね。ちょっとこれがいいかどうかっていうとあんまりスマートな方法じゃないと思うんですけどこういう感じでイベントの区切りごとにキャラをスタート地点ここで制御しててまあ何はともあれこのレベルを表示すれば確実にここに表示されるみたいな 1>, まあ1個だけにしてポジションを何かのやつで持たせてやる方法もあるんですけどまあちょっと見ながら調整できないとかいろいろあってですねこうしましたまあジラフはそんなに複雑じゃないんですけど一番複雑なカ亀で亀じいさんここにいる亀とこっち側にいる亀が別の レイヤーになってて、あ、ここは別じゃないんだ。一緒にしてるんだ。っていう感じですね。この亀のじいさんが、こっち側に亀のじいさんいるのによく見るとあっち側に見るみたいなバグとかも来て、大変でした。まあ、この辺もっと上手い作り方があるんでしょうけど、まあ、この辺は本当初めて作って素人だったんで。 なんかこういう作り方でありましたね。ちょっと次どうしようかは、ちょっと考え中です。なんか意外とこういうなんか地味なテクニックというか、あんまり公演とかで聞く機会がないんで、みんなどう本当はどうやってるんだろうなっていうのが全くわからないので、こういうのを、あの公演でやってたよとか知ってる人がもしいたら教えていただけると嬉しいですね。 例えば、はい。まあ、レベルに関してはこんな感じでいいかな。えー、っと、1時間15分経った。次は、えー、コミック演出 <laughs> 行ってみようかな。あ、でもカットシーン室を先にしようかな。はい、えー、ちょっとコミック演出行く前、先にカットシーンの演出を行こうと思います。 ああイベントのやつとは別にカットシーンの演出もレベルで管理してて、まあ、ワールドマップで起きるカットシーン全部こういう感じで、ちょっと今全部一気に表示しちゃったけど、これもえーとレベルで管理します。えー、と一番最初はこれか。イベントドアオープン。えー、ちょっと待っさね、えー、フィールドが。 はい、これをオンにするとですね、最初、ジラフが念力みたいなのを使って扉を開けるっていうシーンがあるんですけど、まあ、それのアセットがこういう感じで表示されます。で、これかな。あ、ちゃうな。えー、っと、これかな。 夜じゃないんで雰囲気がわかりにくいんですけどっていう感じですね。はい。っていう感じで、この辺のレベルシーケンスとかのオブジェクトとかを、レイヤーの中に、レベルの中に、この中にレベルストリーミングで全部まとめておいてあって、イベントが発生する前に、 ロードして、ストリーミングレベルでロードして再生するみたいな仕組みになっています。はい。ま、ここはそんな複雑なことやってないかな。ちょっとここで苦労したのがですね、あの、オーディオのエンジンに Fmod っていうミドルウェアを使ってるんですけど、えっと、それがですね、えここの、 シーケンサーに直接音が置けないんですよね。なので、音を聞きながらタイミングを合わせるってことが Fmod 使ってる限りできなくって、ちょっと困ってたんですけど、あのちなみになぜだったらまあ、アンリアルの標準のオーディオと併用すればいいじゃないかみたいな話になると思うんですけど、とある、えーまあ、基本的にその この標準のアンリアルのオーディオとミドルウェアを同時に使うのは推奨されてないらしくてですね、まあ、問題が起きることが多い、多いっていうか、ならないプラットフォームが一個あるので、ちょっとできないということになって、えっ、ー、と、シーケンサーが始まる前に、えー、同時に Fmod で調整した、えっ、ー、と、演出用のオーディオを再生し始めて、 えっと、タイミング合わせるということにしてます。まあ、それでもなかなか合わなかったんで、最初にオーディオでダミーで置いてチェックしてから、ちゃんと合ってるぞって確認して、F、Fmod にコンバートして、置き直しやってるみたいなので、二度デーマをやったので、えー、ミドレアいいとこもあるんですが、ちょっと大変なとこもあるぞということで、ここに置けるようになるだけだいぶ違うんですけどね、できないんですよね。っていう感じですね。 まあ、もしかしたら企業の人とかはここに置けるようなエンジン改造とかをしてる人もあるかもしれないですね。えー、っと、で、これの再生と同時に Fmod を再生するみたいな仕組みにしたんで、たまにその負荷がかかると訪れを起こすことがあったので、それの、えー、っと、防ぐためにいろんな処理をかけました。 でそれがちょっと大変だったんで、まあ、ちょっと大変だよっていう話だけで終わりたいと思います。見れるかなって、えー なんか忘れた。どうやってやってるんだ、これ。なんかここで、再生するときに、シーケンサーの今のポジションを見て、えー、あ、違う、えっ、ー、と、Fmod のオーディオを再生し始めたと同時に、その Fmod が今どのポジションで再生しているかっていうのを検出して、それの値を拾って、えっ、ー、と、シーケンスプレイヤーの方に送ってるって処理を。 かまましてますこれをやらないとこっからここまでの間にちょっとガクッと負荷がかかるいうのがあるとずれることがあったのでこういう感じの処理を入れたりとかしてますここのねマイナス40とか数字がなんか微妙絶妙なんですねここがちょっと20だと若干ずれてるように聞こえるとかなんかその辺とかまあオーディオは大変ですねはい 新しい UE5 のオーディオエンジンはすごく良くなってると聞くのですごい期待してます。はい。ちょっとオーディオの話をついでにしてしまった。オーディオの話はまた、えー、とその3ぐらいでやろうかなと、もうちょっと詳しくはその3ぐらいでやろうかなと思います。はい。えー、次に、えー、ここの上に書いてある やつの順番が順番通りにはなってないんですが次コミック演出いきたいと思いますコミック演出についてはえとちょっとっ分かりやすいか別レベルになっててですね こういった感じで、えっ、ー、と、レベルの上に、ひたすらその 2D スプライト化した画像をこう置いていってですね、これを、シーケンサーで、再生することでやってる感じですね。まあ、ここはシンプルなんで、 そんな難しいとこはないと思うんですけど、えっ、ー、と、特にこのシーンだとちょっと特徴的なんですけど、えっ、ー、と、このシーンで言うと、このジラフと最初に話すのがですね、えっ、ー、と、昼か夜か判断ンンがつかないので、えっ、ー、と、そこに関しては、あ、今なんかまいこと選択できないな。 えー、ブループリント、最初の初期化の視点で、えー、っと、どっちにするか、判別して、表示、表示して、昼か夜かを切り替えるようにしています。えー、っと、あ、これかな。うーん、久々すぎてどれかわかんなくなっちゃった。これかな。昼と夜と、こうやって切り替わるという処理をやって、上で、 スタートするみたいな感じで、すねでこの吹き出しのアニメーションとかはもう完全に手動でつけてる感じですね。なのですごいこれも力技かなと思います。まあ吹き出しのアニメとかを全部ブループリントでやってトリガーするみたいなことも考えたんですけどまあ演出によってゆっくり吹き出しが動いてほしいとかいう時もあったんで まあ力技なんですが、こういう形でやってますね。で、コマごとに止まるんですけど、それに関しては、えっと、イベントトリガーで、ここに来たら止まって、ここに来たら止まってみたいな感じので発行してやってます。はい、全部見るとこんな感じですね。 ちなみに、ここで白くこう、ホワイトアウトするっていう演出が一瞬早いんですけど、この時はちょっとやり方がわかんなかったんで、こうしたんですけど、つまり白い板を作って手前に置いてフェードインフェードアウトするっていう力技でやってるんですけど、今だったら多分このフェードの色を変えてやります。これフェードの色の変え方がいいし、 これずっと黒しかできないのかなってずっと思ったんですけど、ここで変えれるんですよね。わかりにくいですよね。こうすると赤からこうフェードするみたい。だいぶ後になって知りました。なんかこれをツイートしたら知らない人が意外と多くて、右クリックで変えれます。ここで。なんか縦に伸びてるんですよ。なぜかこれが。っていう感じで。白以外のフェードをやりたいときは。 ちょあとは、えー、っと、この、吹き出しごとにこうやって全部登録してるんで、こう、すっごくこのシーケンサーの縦が長くなるんですよ。で、これがだんだんやっていくうちに、例えば、この間にちょっとここの間をちょっと伸ばしたいなとか、好きフレーム入れたいなとかいうときとかに。 えちょっと、そうね、ここの間に何フレーム挿入するとかあるといいんですけどね、ないですよね。あるのかなないですよね。超不便なんですけどね。あると嬉しいな。リクエスト、どこに出せばいいのかな。まあ 例えばちょっとここの演出をもうちょっと伸ばしたいなとかこう全選択してこうやって動かすとかやんなきゃいけないんですけどキーをこう全部開いて選択しないとそれができないんで非常に不便なんですよねで結局こうやって画面をものすごく上まで開いてもこれでできないんですけどこれをね解決する方法としてちょっと強引なんですけど えっと、ウィジェットリフレクターをこう使ってですね、ここの数値を0.5とかにすると、全体がめちゃめちゃ小さくなるんですよね。こうすると、なんか全部入ってるぞってって、こう全部選択できると。ちょっとあまり小さくしすぎるとですね、復活できなくなるので、ちょっと注意なんですけど、0.5だったらギリギリ選択できるから。逆にでかくもできるんですけどね、うおーとか。 あやばい戻せるかなこれ。ちょっと。はい。戻りました <laughs>。っていう感じで、シーケンサーのこれ、いっぱい選択したいのにな不便だなと思ってる人は、このウィジェットリフィレクターをうまく活用するといいんじゃないでしょうか。もともとこういうことをするためのツールじゃないんですけどね、これね。のリ d のデバッグをするためのツールだと思うんですが、 そういう用途で僕は使ったことはありません。はい。あとですね、ここのポイントとして、これも、アンリアルフェストでも話したんですけど、色がですね、本当はこういう色じゃないんですよねあの。ポストエフェクトがかかって、補正がかかっちゃってこんな色になってるんですけど、本当はこういう色なんですよね。ただまあ、 デフォルトだと、こうかかっちゃうんで、そのレベルに直接置いたると。これを、えっと、最初に、えっと、起動するときに、起動時か、初期化するときに、オフにしてあります。どだっけな。これか。 どこだったっけあこれがこれかなトーンマッパーフィルム0っていうのでオフにしてあるんですけどこれはですねどうも要は古いあのレンダリング方式に 切り替えてるらしいんですけど、で、これでとりあえずしばらく大丈夫だったんですが、えっと、今はですね、これができなくなってるっぽくて、で、あの、4.7からできなくなってるっぽくて、正しい色を出すので、またちょっと、え複雑な処理を入れなきゃいけなくなってるっぽいです。この辺もちょっと簡単にできるといいのになと思うんですが、一応、 ああ何さんだったか忘れたけど、回避方法を書いてる、あブログで書いてる方がいてああ、神と思いつつ見てたんですけど、まあ、ちょっと今までみたいにこのコンソールコマンド一発で直せるのができなくなっちゃったんで、ちょっとこういう漫画演出とか、2D のゲーム作っている人とかはちょっと大変かなと思いますね。まあでも一応回避方法があるということなんで、それをやりつつ UE5 では、まあ、そういうのでやっていこうかなと思ってます。 コ、はい、ミックシーンに関してはこんな感じかな。ちなみによく聞かれるのが、このレベルじゃなくて、UMG でやらないんですかって話はあったんですけど、UMG でですね、こういう縦長の画面を作るとですね、すごく編集しづらいんですよね。あと、あと、シーケンサーほど柔軟なこういうアニメーションができないんで。 やめました。UMG でやるのは。まあ、UMG であればさっきの色の問題とかもないんですけど、まあどっちがいいのかな。まあまり UMG は使ってないですね。はい。といった感じです。はい。えー、っと、コミック演出1時間半か。 ダンジョンを今日やるかどうかちょっと迷ったんですがまだ1時間半なのでもうちょっとやろうかなダンジョン最初のダンジョンだけ説明しますそれで今日は終わりぐらいにしようかなもう1時間半も話してるんで皆さん疲れてきたんじゃないかなと思うんですがええともうちょっとだけお付き合いください はい、えー、っと、最初のダンジョンですね。えー、っと、最初のダンジョンなんですが、なんでこんな色が変なことになってるかというと、このなぜか4.22だけ、この、これ上で見ると色がおかしくなるっていう現象が起きてて、次の4.23とかだと直ってたような気がするんですけど、ちょっと見にくいという問題はあります。 ま再生するとちゃんと大丈夫なんですけどはいでちょっと光めちゃめちゃ光ったよなちょっと見にくい飛行士をダンジョンなんですけどまあ基本的なロジックはワールドマップと同じものを使ってるんですが、えー あ、まずですね。そっか。その前に。ワードマップと、の中に埋め込んだんじゃなくて、完全に別レベルでダンジョンは作ってます。まあ、こうすることでメモリとかも優しいんじゃないかなと思って、こうしました。えー、っと、ただまあ、入ると、あのー、ゲームインスタンスに保存、値とかイベントの進行を保存しとかないと、 またワールドマップに戻ったときに復活できないので、その辺の処理は全部こっち側に退避してから、このマップをロードするということですね。入る前にどの入り口から入ったとか、そういうのも一回こっちに記憶してから入るようにしています。で、上から見るとこんな感じになっている感じですね。 ここからここまでの距離が結構長いんですよね。あの、実際ワールドマップで本当にある森っぽいあああエリアはこんぐらいしかないんですけど、その数倍の長さがあるんで、実際のワールドマップの森のエリアとだいぶ違うんですけど、まあ、イメージということで、あんまりこの辺を突っ込む人いなかったんでよかったです。はい。っていう感じでやっております。 でこのダンジョンなんですが、ちょっと今から考えると、非常にど道な作り方で作ってるんですけど、まあ、いきなりこれ完成形になってるんですけど、実際作っちゃうのはどうやったかっていうと、この入り口からちょっとずつこう、ちょっとずつこう作っていってですね、ちょっとずつこう作っていくっていうやり方であったんですよ。本当はゲームの制作の教科書通りにやると、グレーボックス一回レベルを配置して、ゲーム性をちゃんと確認して、みたいな感じで、<laughs> やっていくのが普通だと思うんですけどちら不単にかの全マップは入り口からちょっとずつ作っていくっていうすげー邪道な <laughs> 方法でやってますちょっと次は反省してもうちょっとゲーム性を確認してからやる方でやろうかなと思います よくそれでレベルが全部作れたなと今考えると考えると何とか頭にイメージはあるんでこ,この辺にはこれかなみたいな感じではあるんですけど入り口からちょっと作っていくっていうのはゲーム会社と同じことをやるとめちゃめちゃ怒られると思いますねでも入り口からちょっとずつ作ってちょっとずつギミックを考えながら前進してやっていくのでアンニかと同じようにこの先にはどんな感じがあるかなと制作者も想像しながら作れるんでまあそういうことは楽しいかなと 思いますね、これ言うのはちょっと恥ずかしいんで、講演とかでは言わなかったんですけど、これはまあ配信なんで、実際どうだったか言ってもまあいいかなと思います。で、ちょっと工夫したところで言うとですね、この松明がポイントポイントに置いてあるんですけど、基本この松明の方向のゲートの方に進んでいけば、 答えのルートににななるようになってますつまり、ここはちょうど分岐があるんですけど、こっち側に行くと寄り道で、こっちは宝箱あるんですけど、こっち側に行くと、えー、っと、正解っていうことですね。基本、いろんなところに目印として松明焚使いていので、こういう光物をところどころに置いとくと、わかりやすくなっていいんじゃないかなと思います。 はい。えー、っと、あとですね、ワールドマップで特徴的なものとして、もう一つあるのが、この復活ポイントトリガーっていうのがあって、まあ、ちょうどこの辺にあるんですけど、これですね、この箱の通り過ぎると次はここから復活しますよっていう箱なんですけど、これを、えー、っと、 トリガーとして作っておいて、ところどころに置いてあります。まあ、これにチェックポイント ID というのが入力できるようになっているので、次、まあ、死んだら、まあ、次のチェックポイント ID はここなんですけど、3番なんですけど、ここを通り過ぎない限りは、ここら辺で死んだ場合、このアンニカのポイントからセーブ、スポーンポイント2って書いてあるんですけど、この2番から復活しますよと。 まこれの箱の置いたらところとこの実際にスポーンするところは別のオブジェクトで設定できるのでこういう感じでえ復活ポイントを並べていってるという感じですね。こういうのを置いていくとだんだんゲームっぽくなってきますよね。で、このダンジョンにはこのお化けがこう集会ポイントをこう集会してアンニカを見つけたら襲ってくるっていうのがあるんですけどこれはですね どうやって作ったかというとですね、えっと、ちょっと待ください。あの、極め本、アンリアレンジン4で、名前、本のタイトルを忘れた <laughs>。ちょっと待ってくださいね。 はいえー、っと、これですね。名著のアンリアルエンジン4で極めるゲーム開発。これに乗っているですね、あの敵のロジックのチュートリアルみたいなのがあるんですけど、このお化けそのまんまなんですよね。あれのロジックをお化けにしただけです。まあ、最初に作ったダンジョンなんで、そのまんま使ってしまったっていうね、ちょっと。 でもこれを最初見たとき、この本のことを知っている人はそのまま使ったんだなって気づく人もいたんじゃないかなと思うんですが。えー、っとですね。あ、質問なんですけど、猫はですね、いるんですが、向かい側の椅子に座ってて、こっちには今日は来ないですね。はい。今日は出てこないかもしれない。来たらまたお見せします。はい。という感じで、本の ロジックのまま作ったんで実はこの AI のロジックあんまり使いこなせてないんですよね。もっと勉強し直さなきゃなと思ってます。ほんとこのビヘイビアツリーとか難しいですよね。全然わからないです正直言って。<laughs> このチュートリアル以上のことをやろうとすると、チンぷんかンプンってですね、実はあんまり使ってなかったりするんですけど。 ちょっと新作を作るにあたってこのやつはもう一回勉強し直さなきゃなと思ってます。非常に複雑だと思うんですが、みんなちゃんと使えてる人はすごいなと思いますね。はい、といった感じで、そのまま使っているとことかあったりとかしたマップで。 ここがちょっと最初のダンジョンの詰まるポイントなんですけどここで行き止まりになっててここにあの池があるんですけどここが切って通れることわからない人が最初多くてですねしょうがないんでここに看板を置いてえっとセリフを読ませるようにして泳げ,泳げたらいけますよみたいなのをやったりとかしました これ最初なかったんですねこの看板あの最初はなくてんですけどイベントとかで出してやるとここで止まって先に進まない人が本当に多かったのでそっかわからないな意外とと思ってますぐ特に初期の状態の何かはすぐ溺れて死んじゃうんでこれなんとかこうねこっち側の回避ルートを通ってなんとか行こうとかする人とかが多かったですね。 でもまあこの看板を置いてからは、あのちゃんとまっすぐ行ってくれるほとんどになったんでよかったでます。まあ、こういうのがイベントとかに出して後ろで観察すると分かったりするんで、最初のデモができたらイベントとか出して反応を見るといいかもしれないですね。これが分かったので、他のダンジョンにも看板を置きまく、詰まりするのと置きまくってるっていう感じのゲームになってます。はい。で、こんな感じで。 こうきて、ボスの手前なんですけど、ボスの手前でももう一回レベルが遷移して、ここ、開けた後に次入るところはまた別のマップなんですよね。えっと、これで言うと、パーシスタントじゃなくて、ストリーミングレベルで、えっと、こうか。 こっち側にこう押し込んであって、これが最後の部分になります。これ今考えると分けなくてもよかった気もするんですけど、なぜ分けたかというとですね、この先に音ゲーのエリアがあるんですけど、ちょうどここ音ゲーのエリア、ワールドの00の座標のあたりなんですよね。 必ずここの座標でえっと音ゲーをやるっていうプログラムにしちゃったんで必ずこの位置にあの音ゲーの舞台がないと作動しないっていう仕組みで作っちゃったのでこのボスの直前のとこだけ別マップになっているわけですまたこれが別マップにしたことでまたいろんなバグを生んで非常に苦労したんですけどまあリズムゲームのプログラムの仕様でそうなってるという 間に合ったいいなんですがそろそろ今日は終了しようかなと思います1時間半ぐらい経ってるのでリズムゲームとかの詳しい仕組みについては、えー、次回説明しようかなと思いますえっ、ー、といった感じかな えと次回は多分来週またやろうかなと思ってまして残りのダンジョン、えー、2、3、4、5まで説明しあ説明するのとあとリズムゲームについても説明しようかなと思います各ダンジョンのギミックをどうやって作ったとかそういうところも細かく解説していこうかなと思いますはい といった感じで生放送でこういう感じで説明したのが果たして分かりやすかったかどうかっていうとスライドもないし分かりにくいとは思うんですけどなんとなく雰囲気だけでも味わって楽しんでいただければ幸いですこの時点なんか質問とかあったら受け付けますがまあ、特になければ終了しやかと思います、えー ないかな？ちょっと遅れてくるんですよね。これって。そうですね。質問とかなさそうなので。あ、とても参考になりました。ありがとうございます。良かったです。なんかこういう感じで。まあ、本当だったら公演みたいな感じで詳しくやるのが一番分かりやすいとは思うんですけど。 あのアンリアルフェストでジェラフタンニカの50分のスライドを作るだけで2週間かかったんで、ちょっとそれをやるのはちょっと大変でですね。でもまあ、こういう生でペラペラ喋るぐらいだったら、そんな大してテーマじゃないんで、毎週やってもそんなテーマじゃないかなと思うんで、引き続きジラフとアンニカの中身全部見せます放送ということで。あ、ライトはですね、あ質問がいい方。ライトは全部ベイク済みですね。 マップによってライトのサイズとかちょっと調整したりとかしています。ただ、これを作った時にライトを必ずベイクしなきゃいけないかなと思って必要なさそうなマップまでやってたんですけど、例えばワールドマップとか時間経過するときは必ずしもなくてもいいかなとは今となっては思うんですけど、そのオフにするやり方をその時知らなくてですね。 一応なんか常にオフにするってこともできるっぽいんですけど。えっと、どこだっけな。ライトマス、このワールドのライトマスセッティングだったっけ。あれどこだったっけな。これかな。フォースのプリ・ーコンピューティテッドライティングをオンにすると、 ライトマップを常にオフにするみたいなチェックがここにあるっていうのを最近知ったんですよね。なんだこれで付けとけば、なんとかライトマップなんとかエラーっていうのがここに出るのを回避できたのかと思って。これ知ってる人そんなにいないですよね。こんな隠し、隠すこんななんかね、畳んであって、あ、畳んでないや。ここにあるか。これは気づかない。最近気づいたんで、必要ないときはこれをオンにしようかなと今後は思います。 でも、ジラフターニカは全部、まめに、えっ、ー、と、やっておりますね。<laughs> スライド通り、こういう説明し方、生々しくですけど、そうですね、質問にも答えれるんで、まあ、か歌が面白くて、自分もちょっと楽しかったです。はい、といった感じで、今日、そろそろ2時間、2時間あたたかい1時間45分ほど話しましたけど、夜も遅くなってきたんで、今日配信終わりたいと思います。 次回放送来週の木曜日のまた9時からやりたいと思いますのでよろしくお願いします。よかったらいいねと、あと、えー、チャンネル登録お願いします。おなんか YouTuber っぽい。はい。といった感じで今日は終了したいと思います。えー、今日の、えー、ご清聴いただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。えー 終了します。